はい、どうぞ。ゆっくり、ゆっくりって言われた。ゆっくりって言われた。日本語しゃべろよ。どこ？喋るだろうな。大丈夫？待て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 。まず鹿島サポーターの皆さん、今日は選手とともに熱い試合を作り上げてくれてありがとうございました。これからも FC 東京とともに J リーグを盛り上げていってください。FC 東京の皆さん、ヴィトーリア FC に移籍することになった小川亮也です。18歳の頃から7年半お世話になりました。少しは成長したでしょうか。18歳の入団会見では、当時最年長の江野さんを出しにして、まだ江野さんの半分しか生きてませんと生意気を言っていた自分が今ここに立っています。僕はすごく選手たちに恵まれました。康介君をはじめ、雄平さん、駒さん、聖君、ジェソ君、そして優斗君、東京には素晴らしいサイドバックの先輩たちがいました。そして森毛と慶吾君、この2人は自分が1年目の時からずっと自分のことを見守り、時には厳しく優しく選手としての在り方を教えてくれました。とても尊敬する先輩たちです。その先輩たちがいる中で海外に挑戦しようと思った理由は2つあります。1つは代表に行って海外選手との差を感じたことです。やはりそこの差を埋めるには自分も海外に行って新しいサッカーを学びたいと思いました。二つ目は若手選手の成長です。カシーフや穂高、他にも多くの若手がJ1 で活躍できるレベルにあります。その姿を見たことで自分が抜けても大丈夫だと確信に変わりました。
そしてアルベル監督、自分が海外に行きたいという思いを否定することなく常に気を使ってくださってありがとうございました。今 FC 東京がやっているサッカーは簡単ではありませんけれど、間違った道には進んでません。アルベルを信じてついていってください。最後になりますが、この7年半、いい時も悪い時も見守ってくださった皆さん、本当にありがとうございました。ただ今日では終わりじゃないんで、あと1ヶ月よろしくお願いします。